エンジョイパチンコライフ。パイプ椅子用台車が欲しいんだよな。この5番が欲しいんだよ、これ。よし、もう一回だけ。5番、5番来い。どうだ。あー、ダメだった。椅子だ、ちくしょう。台車が欲しかったのに。あ、でも、あ、かぶった。もうね、5番、このね、パイプ椅子をしまう台車のね、5番が欲しかったんだよ。あ、やべえ、こんな時間だ。早く行かなきゃ。じゃあ早速、行ってみたいと思います。入店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 。説明しよう。閉店 Z とは、いつもは閉店10分前から実践の閉店くん閉店ちゃんが、視聴者のみんながわーわーやーやー言うから、だいたい夜9時ぐらいに現れ、だいたい閉店60分ぐらい前から実践する画期的な番組である。入店入店、やってきました、小田原コロナさん。本日2回目ということで、Z だからたくさん売ってちゃうから、早速ね、データの方を見に行きたいと思います。さっきね、悔しがったらね、周りで見てた方が台車ゲットしてプレゼントしてくれたよ。いやー、すげえ嬉しい。じゃあ行こう。すごいね、もう、まあまだお時間あるんですけど、パチンココーナーの稼働がやばいね。とても、あー、どうもありがとうございます。頑張ります、えいえい。あー、どうもありがとうございます、えいえい。ありがとうございます、えいえい。すごいね、すごい稼働。とてもね、閉店1時間前とは思えないようなね、稼働でございますよ。スロットコーナーね、見ていこう。お、寝台コーナーあるね。寝台から行こうか。ラグランジェ、おー、1500枚ね。まだ打ってないんだよね。花の刑事、ナンバーランプのところに7131枚獲得。すごいね、化け物語。99だけど、まあ見てもらえば分かるよね。83回、液晶7000枚だ。ちょっと上の方映ってるんだけど、液晶すごいね。ドーンと転生ですよ、横一列。何台あんの、すごいね、長い。何枚出てんだろう。あ、6000枚だって、こちらのお客さん。おー、 AKB すごいね、 AKB。 おー、すごい、630枚。すごい。ジャグナーコーナー見ちゃおうか。ジャグナー見ればね、一目瞭然でございますよ。あー、すごい、26の40。ちょっとね、40に偏っちゃってるけど、もう間違いないっしょ。あー、まだジャグラーの、すごいね。アペックスとジャグラーガールズ。お母さん、そんないいじゃん、やめちゃうの。お母さんやめたけど。あ、すごいね、54でしょ、117分の1だって。すごいね、狙える台がなかったらジャグラーをね、1時間がっつり打つっていうのもね、結構面白いかなと思って、1回ぐらいやってもいいかなと思って。バジリスクコーナー、バジリスクコーナー2があって、その奥に絆。なるほど、でもすごいね、67、60、78。じゃあこいつ行ってみたいと思います、えいえい。はい、ということで、閉店くんが、10分打ってもなかなか勝てないジャグラーを1時間打ったらどうなるのか、とくとご覧ください。お座りパッチャス、残念。はい、なんもなかったね、ファーストタッチ。ブロッ、ブロッ、うおい。じゃね、ちょっとね、上からレバー叩くとね、あ、大丈夫か。たまにちょっと高速点滅、すごいね、ブドウが。今日散々ジャグモンやったのにな、ジャグラー打つと思わなかった。残念、セカダッシュ。
のスピック。いいね。お、コット、あ、どうもありがとうございます。早い、100枚ですよ。いや、いいね、いいよ、眩しい。また会おうぜ。これどうなんだろうね。あー、やっぱないのか。ないんだね。あー、負けたね。まあまあまあ、投資100枚で、サキミカリの単独レギュラー。早いね、やっぱ。はい、じゃあ行ってみたいと思います。レジカンブレンジャーチャンス。残念、クレジットないレンチャンしなかった。結構ね、閉店組んで結構いろんなとこ行ってジャグラーのデータ見ますけど、ジャグラーでね、5000枚とか7000枚とか見ますからね。一回ね、ちょっと体験してみたいね。追加投資はやだ。なんかあるかな。せっかくね、1時間もあるんでね、なんかお話をしながら。けど何がいいですかね。おう、何がいいですかね。ちょっと光った。うん、ジャグレンです。あ、あはは、負けた。あ、もう一枚か。負け多いな。もしかしたら15分ぐらい打ってたらギリギリ2回光ったかもしれない。ただちょいプラだね。今日は Z でよかったね。よし、今日は勝った金で全部ガチャガチャやろう。じゃあ行ってみたいと思います。エイジゲームレンジャーチャンス。はい、さてクレジットないレンジャー。はい、だね。こういうジャグラーをね、何も考えないで一日打ちたいね。ビッグ行きたいよ、そろそろ。なんか馬券のような気がするな、次も。やばいね、下皿がなくなって、あとこのクレジットのみ。あの、粘ってるよ。追加投資したくない。あー、ジャグレン終わり。あー、ジャグレン終わった。残念。やばい、飲まれる。ダイズアップ。残念、飲まれた。追加投資150枚目。ね、え、もう約30分近く、20分ぐらいかな、出玉が飲まれたり出たりをね繰り返してる波の中で、プラス行きで閉店を迎えなきゃいけない、この難しさ。10時前にもう一回光らしたいな。あら、200枚目。残念、追加投資。追加投資やばいね、マイナスですよ。おう、温泉です、温泉です。光った。ああもう3連続化け。そうじゃないかなと思ったんだよな。
すごい。じゃあ行ってみたいと思います。レジカムレジャーチャス。だねー。よし、やめよう。はい、じゃあね、信頼、バジリスク絆ね、行ってみたいと思います。ハサルカチャス。あーチェリーか。弱ですね。弱なのか分かんないけど、まあ弱ですね。手が通し、350枚目だから、そうだな、バジリックチャンスを、まあ、1回か2回、まあ、時間見ながらで、それでうまくバジリスクタイムに入ればラッキー、入らなかったらまたノーマルタイムかな。プレドシ400枚目。いやー、なんか厚めのエースが全然出ないな。あー弱い。あー、やっといけた。2回目、あって、おー、ついた。だねー。お、ちょっと熱いね。頼むよ。やっと特攻撃いったよ。おー、いいね、いいね、いいよ。いやー、うそ、絶妙、結構いいタイミングで巻き物引けたのにな。あんま、おー、なんだよ。あ、やっと来たよ。え、何で？そんなに、まあ、そんなに深いの？そんなことないよね。まあでもね、くらい、くらった。やりました。よかったね。40分で、あとで、20分しかないです。20分ちょい。さあ、これで行かなかったら移動します。これ右ね。お見事です。バジリスクチャンス。ということで、今回撮影に協力していただいた、こちら、こちらじゃないけどこちら、小田原コロナさん宣伝をちょっとだけ、この動画が配信されている頃にはですね、アナザーゴッドハーですね、もう絶賛稼働中、もうかなりのね台数投入してますんでね、打ちたい方ぜひこちら小田原コロナさんにね来ちゃってください。あとですね、3月3日にも、寝台入れ替えありますんでね、そちらの情報は PR とまたはメール会になってね、情報をゲットして小田原コロナさんにね来ちゃってください。そして3月7日になんとシーサーさんがねこちらにやってくるということで、朝からですかね、朝からですかね、多分ね朝から来ると思うんでね、ぜひね、つるっぱけじゃなくてシーサーさんに会いたい方はこちら小田原コロナさんに来ちゃってください。残念。移動。残念。抱いてみたいと思います。これ大丈夫かな。あ、大丈夫だね。今日ね、いいとこは全くない。一応ね、さっきね、あの花火から出ましたけど、今日の調子だとな、ちょっと自信ねえな。3回光りましたけどね、3回化けでしたからね、飲まれた。さあ来い。ビクッとしたい、ビクッと。
ビクッとできました。光りました。映る？4回目、4回目もう、とりあえず光ってよかった。化けか、そういう日かな今日は。頑張っていこう。15分もねえか、10分だ。エイジゲームレンジャンチャンス。はい、じゃねー、ブロー頼むよ。投資が今、700枚なんで、350枚今レギュラー分の出玉があるんで、ここでビッグ引けば半分ね、せめて半分は取り戻したい。まあまあね、一応ジャグラーで4ペカ、バジリスクチャンスを1回当ててはいるんですけど、なかなかね当たんないんだよね。ねえ、どうやったら当たるんだろうね本当に。あれ、バレてる、光ってんの、バレちゃったやりました嬉しいなあ。はい、やったあれ、ここどうだったっけ。小田原コロさん、いいぜ、やっと言えたやっとビッグです。5回目のペカリでやっとビッグでございます。これで半分は取り戻せました。危ない、ラストあと7分あります。エジカイムレジオジャス、だねー。お、シェリー来たよ、シェリー。ネジ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 、はい、だねー半分戻ってきたんだもん。あ、ありがとうございます、本当にもう満足でございますよ。そう、油断させといて、こうしたてな気持ちからのもう1ペからよ、いただこう作戦です。もう満足ですよ本当に。ああ、もうそんなブドウなんて、もう僕なんてもうブドウすらもったいない。ほらほらほら成功です、下手に出た作戦成功です。いやいや、いいね。あ、色変わった、ブルー、ブルーです、ブルー、ブルー。ありました。下手に出た作戦が成功しましたね。いやー、もうビッグ確定でございます。あ、やったあれ、ここどこだったっけ？小田原コロナさん？いい店ね。2回目です。やりました。いやー、すげえ。ジャグレン、ジャグレン、これでマイナス100枚ぐらいまで、マイナス50枚か、いや100枚ぐらいかな、使ってるから。マイナス100枚まで来たよ、やりましたー。ということで本当にありがとうございます。もう十分です、十分です本当に、ね、一応なんでね、やらさせていただきます。エイジガイムレンジャーです。はい、じゃあね、もう十分です本当に、ありがとうございます本当に、本当もうありがとうございます本当に。いや、もう助かりましたよ。ね、下手に出る作戦成功です、やりました。しかも色違うしまた違うまた違う逆転しちゃいました、やりました。4ゲームはい、やった
わざわざよし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 はい、ここどこだったっけ、小田原コロさん、いい店だねー、よし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 、なんだっけ、あの番組なんちゃらヘブン、あ、ゴールドヘブン、こうやってやんだよ、見てる、なんかマーサー、こうやってやんの。あー、流れたー、流れたけど1ゲームだけ、1ゲームでお願いします。残念ということでね、まあでもやりましたよ、まさかの逆転でございます、こりゃ勝ったです、こりゃ勝った、やったやった。はい、それじゃあ早速流してみたいと思います。えいえい、700枚投手へ、こいだ、1000枚いけ、おいっと1013枚はい、ということで今回の結果1013枚やった、お疲れ様です。お疲れ様です。あ、お疲れ様です。ね、もうね、本当にお疲れ様でした。本当にね、もうね、しまいましょうね。もう、じゃあ、よいしょ。はい。あ、これ最後ね。よし。ね、これで。お疲れ様です。本当にね、もうね、閉店後2個しか出せなかったんですけどね、視聴者さんがね、この台車とね、もう1個のね、ブルー出してくれてね。4つ揃いました、やった嬉しいね、すごい揃うとねということでね、ね、こういうガチャガチャもいっぱいあるんでね、ぜひね、小田原コロナさんね、ゲームセンターもお風呂もあるし、パチンコもあるしね、映画館もあるんで、ぜひ来ていただきたいと思います。じゃあね、今日はもうね、これもコンプリートできたし、勝ったしね、もう気分最高です。じゃあまたお疲れです。いいっすね、業界一謙虚の閉店くん、いいっすね。でもまだまだ戦いは終わらない。行け、閉店 Z。 次のホールでみんなが待っているぞ。